トイザラス、トイザラスはアメリカ合衆国発祥の玩ング量販店。正式な英語表記は R を左右の二重印用符で囲ったである。ただし、ウェブサイト等では左右の区別のない二重印用符で囲って表記することもある。看板などのロゴは表記だが2007年のロゴ刷新まではだった。社名は日本語でも英語でもよく間違われ、トイザラス。 トーサースなどが多い。最低でも約350億円と見られる負債を抱え、2018年3月15日、アメリカ国内事業の継続を断念し、全店スクラップしたが、その時点での従業員は3万3000人であった。1948年、当時25歳のチャールズ・ラザラスが戦後のベビーブームを受け、アメリカ・ワシントンに、 父親の自転車小売店を子供用家具小売店に作り替え、チルドレン、エスバーゲン、タウンとしてオープンした。当時、店の経営はラザラスが一人で行っており、帳簿の管理から商品の配達まであらゆる業務を自ら行っていた。その後1957年、ラザラスはスーパーマーケット型の販売モデルを導入し、2号店のオープンに合わせ、店名をトイズ、 アール・アスと改めた。1960年2月には公式キャラクター、ジェフリーが登場したほか、I don't want to grow up, I am a toys, アール・アスキッド、大人になんてなりたくない、僕らは、トイザラス・キッズと歌う CM ソングも話題とった。2005年、米投資会社、コールバーグ・クラビス・ロバーツに買収された。2012年10月21日から全米で、 子供向けタブレットのを発売した。やがて a m a z o n .com をはじめとするインターネット通販の台頭やウォルマートストアーズなど大型量販店の安値構成に押され業績不振に陥り2017年9月18日に連邦倒産法第11章日本のこと再生法に相当の適用をバージニア州リッチモンドの裁判所に申請。店舗及びネットを通じた営業は 全世界でこれまで通り続けていた。トイザラスの債務総額は2017年4月末時点で52億ドル、約5800億円。しかしスポンサーは結局見つからず、2018年3月15日に再建を断念し、アメリカでの事業を生産することを連邦破産裁判所へ届け出た。同国内の735店舗はすべて閉鎖する。 ことを決定した。そのわずか一週間後の三月二十二日、創業者のチャールズ・ラザラスが九十四歳で死去。六月二十九日、最後まで残っていた二百店舗が閉店した。社名は、トイズ・アース、おもちゃのことなら、私たちに、の意味。ツー・アス・アートイズにしなかったのは、創業者のせいの、ラザラス、ラー・ツァルス、ユダヤ系に発音が近かったからという俗説もある。 ロゴでは R の字が左右逆になっているが、これはアルファベットを習いたての子供が R を間違ってのように左右逆に書いてしまうことがあるところに習ったもの。と書かれたロゴは1977年に採用された。2000年、日本では2001年4月にはの背景に青い星型が描かれたスターロゴが採用された。2007年に採用されたロゴでは、 星がなくなり、代わりに、の色が黄色から、以前の星の色だった青になり、の穴の部分が星型になった。また、の前後のクオーテーションマークがなくなった。文字の大きさは、ほぼ同じだったのが、バラバラになった。特にが大きい。進路越えの切り替えは、同年10月から順次行われた。日本では、日本法人設立に携わった、藤田伝が設立に際し、 R だけを反転させた表記に倣って、ラだけをひらがなにした日本語表記を考案、命名した。2006年6月現在、日本トイザラスのウェブサイトなどでは、日本法人に対しては、ラをひらがなで、トイザラスと、アメリカ法人に対しては、ラをカタカナで、トイザラスと表記している。日本への進出以前は、カタカナで、トイズ・アール・アスとご表記されることがあった。トイザラス。 トイズ・アール・アス・インクはアメリカ合衆国で848店舗、同国外の33カ国では約700店舗のトイザラスのフランチャイズを展開する。日本トイザラス株式会社、日本トイザラスは日本マクドナルド設立に寄与した藤田伝が1989年にアメリカトイザラス本部と提携して設立したフランチャイズチェーン。 1991年12月20日に、茨城県稲敷郡阿美町に1号店となる、荒川沖店、2008年8月31日閉店を開設。折しも当時は、日米貿易摩擦の最中でもあり、大きな話題となった。2号店である、奈良県橿原市の橿原店、池原観光ビル1階に、テナントとして入居。現在は同市にある、イオンモール、 カシハラうちに、奈良カシハラ店として移設され閉店に、開店日前日の1992年1月7日に、当時のアメリカ合衆国大統領、ジョージ・ H.W. ブッシュが視察に訪れたことからも、わかるように、トイザラスは非完全小壁打破の目玉的存在と、みなされていた。当初、カシハラ店は1月4日開店の予定であったが、奈良県警などと協議の結果、 警備のために開店が1月8日に延期された。1992年3月31日に、相模原店、神奈川県、4月14日に、新宮店、福岡県と開店が続き、日米構造協議で注目された、新潟店、新潟県が開店したのは、さらに1年以上後、1994年9月30日となった。 以来日本各地に独立店舗及びスーパー、百貨店、ショッピングセンターのテナントなどの形で出店し、2000年11月3日に100店舗目、豊島園店が開店し、当初からの目標であった200年度100店舗達成を達成、2009年3月17日現在で150店舗を展開している。2000年代後半以降は赤ちゃん用おもちゃの専門店、 ベビーザラス、2018年5月現在トイザラス、併設店舗含め100店も展開している。関東や関西などの人口集中地域では、郊外や再開発地域に出店し、店舗面積を確保している。また、2011年から2014年まで、年末になると、トイザラスエクスプレスというま限定の小型店舗を、ショッピングセンターなどに出店していたことがあり、 後に正式店舗になったところもある、北千中店。日本トイザラスは、1994年により、写真館チェーンのスタジオアリスと提携しており、多くの店舗で、スタジオアリスが同居している。2010年9月14日、日本トイザラスは納入業者への不当な値引きや、返品の強用による、独占禁止法違反の疑いで、本社や物流センターなど数カ所で、 厚生取引委員会の立ち入り検査を受けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。